厚生年金保険料なんですけれども、お給料にかかる厚生年金保険料はですね、まあ、毎月の給料あるいは役員さんの場合は役員報酬ということになりますけれども、これは毎月保険料が取られるということになります。で、標準報酬月額と言われるものに保険料率をかけて毎月の保険料が決まってくると、こういう形になります。で、標準報酬月額はですね、厚生年金の場合は現在第1級から第 30級まで30通りのですね、区分が設けられています。第1級9万8000円という標準報酬月額から第30級62万円という標準報酬月額に分けられているということですね。まあお給料をですね、にそのまま保険料率をかけるのではなくて、こういったある程度の刻みで区切られた、まあ、30区分の該当するところの、標準報酬月額に保険料率をかけると、こういう仕組みですね。